ゲー大北交差点付近を置いた、中央幹線道路は、大分県大分市の東九州自動車道を置いた、IC から主要地方道を置いた県道56号中盤連、下郡線に至る、延長約 6km の地域公規格道路である。全延長 15.3km の都市、計画道路省の原作の線の一部をなす。JR 日報本線、久し大本線。 宝碑本線大分駅の南側で、大分市の主街地を東西に横断する路線である。かつて、大分駅は高架化されておらず、鉄道で分断された、駅南側は、開発が進んでいなかった。しかし、2002年度に寄港した大分駅付近の高架化工事によって2012年3月に高架化が、完成し、これに伴う大分駅。 周辺総合整備事業によって、周囲の整備が進められている。本路線は、大分駅南側へのアクセス道路であるとともに、高架工事に伴って、春日立橋や大道立橋が撤去された、際の迂回路としての役割をも果たすために建設された、路線である。また、大分県道21号大分薄木線のバイパスの、役割も果たしている。 国道 215C ハサマ入り口交差点から国道15東本町交差点までの2214メートルの区間についてはその一部が段階的に強用されてきたが2008年9月27日に正式開会したチャレンジ大分国体に間に合うように同年9月23日に同区間の全線が開通しているまた 国道10号元町交差点から都市計画道路下通中盤電線までの1780メートルは調査区間に指定されていたが2009年3月13日にはこのうち国道10号元町交差点から大分川を越えて都市計画道路萩原木、先線までの約1キロメートルが整備区間に指定された。 この区間では、大分川に、新橋が架橋されることになるが、大分川の市街地区域に、一般道の新たな橋が架けられるのは、約半世紀ぶりである。この橋は、総林大橋と名付けられており、2018年1月14日に、開通した。萩原木、さ線から、下郡中盤電線までの、約900メートルの区間について、 大分県では2027年の供用開始を目標に事業化に向けた道路計画や都市計画変更の説明会の開催等を行っている。なお、残る大分 IC から国道 215C、挟ま入り口交差点までの2006メートルは計画区間となっている。大分駅上野の森口から見たメインストリート。ありがとうございます。